マツダって広島の血が濃いって言うんですかね。だから普通考えないようなことでもやるんですよね。難しいものがあったら取り組んじゃう。例えばロータリーエンジンを量産化したと。その当時ロータリーエンジンっていうのは夢のエンジンってまあ言われてたんですよね。小型で軽量でハイパワーと。このロータリーエンジン作ってるっていうのはマツダだけなんですよね。なんか普通みんながやってることをその通りやってうまく儲けたりうまくビジネスすればいいんですけど、どうもマツダはそういうふうに考えない、変わり者なんですね。人とは違うやり方をどうしても選んじゃう。24時間ずっと走り続けて壊れない、誰よりも長い距離を走れるんだ。それを証明するにはロマン24時間レース、まさか勝つとはっていうのが正直な気持ち。ガイナダ精神っていうのは決して諦めないとか突き詰めるとか、英語で言えばキャンドゥですね。馬力が高い方がいい、これは常識なんですけど、その常識を違うやり方で超えたい。スポーツカーはライトウェイトスポーツに限るっていうのが我々の考えです。だから300馬力でなくても250馬力、250馬力でも300より速い。コーナーのあるサーキット、軽量化のおかげでコーナーを速く曲がる。未来は燃費もちゃんと解決しないと走って楽しくないですよね。だから技術開発もそのことを考えて、エンジンの燃費を世界一にするということにこだわってるんですよ。軽くてちっちゃなエンジンと軽い車体とすごくかっこいいデザイン、これを合わせればまた新しいスポーツカーの価値って生まれそうな気がしますね。変わらないことはね、挑戦し続ける、いろんなことに挑戦をする。それが人と違う道であっても気にするのやめよう。